ねえベリル、宮廷画家って何？可愛い画家ってこと？それはキューティー画家だよ。ま、僕をそう呼びたければ止めはしないけどね。僕がなりたいのは宮廷画家。皇帝様に直接召し抱えられた超一流の画家のことさ。毎日お城のサロンで美味しいおやつを食べながら楽しいおしゃべりをして、たまに絵を描けば数千万ガルドの値がつくという夢のような職業なのさ。若いうちから楽な生活を夢見てっと、ろくな人間に育たねえぞ。うん、じいちゃんもそう言ってた。ふんだ、そんなの芸術家の才能がない人のひがみだね。ここがグリムさん？うん、でも気をつけて。見晴らしはいいけど地盤が脆くてすごく危ないんだ。僕もスケッチに来た時崖崩れに巻き込まれかけて死ぬとこだったし。へっ、そうなったらてめえらを足場にして前に進むまでだ。おっかー、その言い草はないだろ。やめろよおめえら。おめえも妹が危ねえって時にくだらねえ冗談言ってる場合か。ほら、さっさと行くぞ。うわ、びっくりした。僕、もう帰ろうかな。くそ、なんだこの脆い地盤は。おい、足元に気をつけないとやばいぞ。足元なんかに構ってられないよ。みんな急ごう。こんな危ない場所に連れてこられて、コアクはきっとすごく怖がってる。
いた。あの子縛られてるわけでもないのに、なんで逃げないのさ。無理言うな。もともと琥珀は高所恐怖症で、今はその恐怖を抑える感情もないんだ。高いの嫌。助けてお兄ちゃん。ああメソ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 うざいっての。私そういうの大嫌いなんだよ。あの野郎何しやがる。許せない。ちょっと待てて。痛い。あんたね、誘拐した私が言うのもなんだけど、泣いたって状況は変わらないんだよ。女だからこそ涙をこらえて強く生きなきゃダメなんだ。ほら涙を拭いてちゃんとしな。早く逃げて。琥珀、怖くて逃げることもできねえのか。おっと、そうはさせないよ。うっ。はい、そこまで。おとなしくスピルーンを渡さないと、お人形さんに傷がつくよ。おい姉さん、いい加減にしろよ。エスピル病の女の子を盾に取るなんざ騎士のやるこったねぞ。これを渡せば琥珀を返してくれるんだね。そうそう、素直な子は好きだよ。おい、そこの変な帽子、それをこっちに持ってきな。その変な帽子って呼び方気になるけど、まあいいや。ねえ、あのさ、このスピルーンって本当の本当にあの子のなんだよね。うん、でもこれは疑いの。だったらここはこれをうまく使って。うわー、しまった、つまずいた。ちょっと何をしたの。琥珀安心して、その人はひどいことしないから。嘘。本当だよ、信じて。その人のそばでおとなしくしてれば安全なんだ。嘘嘘嘘。ベリル、てめえなんてことしやがる。知ってんだろ、あれは疑いの。大丈夫だよ、だって僕がそうだった。本当に信じられる人がいれば、疑いのスペルーンにだって負けたりしないんだ。結果オーライってやつか。おいベリル、後でこってり絞ってやるからな。大丈夫だって言ってるのに。形勢逆転だな。降参するってんなら終わないぜ。俺たちはジョーちゃんの身の方が心配なんだよ。ああしょうがないか、超めんどいけど。あんたらボコって、あの子ごとスピルーンを教会に持って帰ることにするよ。かかってきな、小僧ども。Oh!
に琥珀を渡せるか。あんたも騎士なら潔く引こうぜ姉さん。俺は強いスピリアを育てる。へっへー、どんなもんだ。やばい、こんな奴らに負けたことを隊長に知られたら超出世どころか超降格が大決定。よし、今回の件はなかったことにしてやる。感謝しな。じゃあね。じゃあね、じゃねえよ。なんなんだあいつ。まったく、あんな性格悪いやつ見たことないよね。そうか。琥珀、もう大丈夫だよ。やべえ、今の戦いで地盤が。待った、枝に動くとおめめめぞ。琥珀、俺が受け止めるからこっちに飛んで。嘘、そこも崩れるよ。それに君だって私を置いて逃げるでしょ。そんなことしないよ。さあ早く。嘘よ。疑いのスピルーンを戻したせいか。恐怖と疑いのスピルーンが。くそ、俺が行かねえと。琥珀、シンガー、あんただけでも下がれ。嫌だ、ここで逃げたらもう二度と琥珀に信じてもらえない。そんなのは嫌だ。バカ野郎、どういうつもりだ。ここはシングに任せよう。琥珀、俺の手を握って、もっと強く、ほらね、俺は逃げないよ。なんでこんなこと。私のために。俺、ベリルにスピルリンクした時、疑いは信じたい気持ちの裏返しなんだって分かったんだ。でも俺はバカだからさ。
琥珀に信じてもらうには命を懸ける他にどうすればいいか分かんなかった。でも私怖い、やっぱり怖いよ。約束する、俺は逃げない。命を懸けて琥珀を守る。だから一緒に飛ぼう。俺を信じて。シンク、俺は信じてる。琥珀は恐怖なんかに負けない強くて優しい女の子だって。シンクは私を信じてくれるの？信じるよ、この命とスピリアにかけて。私もシンクを、シンクを信じる。さあ飛ぼう琥珀。やばかった。怪我はない？琥珀。泣いてるの？大丈夫？うん、でも大丈夫さ。琥珀が俺を大丈夫にしてくれたんだよ。琥珀が俺を信じてくれたから、だから一緒に飛べた。それが嬉しくて。信じてくれてありがとう、琥珀。このバカシング、てめえ無茶しやがって。あ、翡翠、今初めて俺を名前で呼んでくれたね。そんなことどうでもいいだろうが、このクソったれ。けどてめえが琥珀を助けたのは事実だし、一応言うぞ。ありがとう。琥珀のお腹がまた鳴った。そういうシングのお腹だって。お腹が鳴くのは生きてる証拠。うん、そうだね。俺も琥珀も元気に生きてる。二人が無事で何よりだ。じゃ宿に戻って飯にするか。ベリルはさ、そのソーマどこで手に入れたの？このソーマはね、一流画家である僕の師匠が譲ってくれたものなのさ。無粋な武器型とは違う、とっても文化的なソーマだろ。筆でボッコボコに叩くのが文化的か？なんだ、別にいいのさ。だって筆は剣より強しって言うだろ。ああそうか、俺も聞いたことあるよ。あれってそういう意味だったんだ。ああそうか、違うだろ。意味も違うし筆でもねえよ。一瞬俺も納得しそうになっちまったじゃねえか。ペンは剣より強しだね。意味がわからなかったら自分で調べて。
お腹空いた。みんな早く宿に行こう。賛成。どうした兄さん。俺と琥珀が旅に出たのはおかしな女魔導士に追われてのことだった。その上この先は結晶騎士みたいな連中が琥珀のスピルーンを狙って現れるかもしれねえ。それを考えるとよ。ふん、なるほどね。じゃあ妹の病気のことは諦めるのかい。そんなわけねえだろが。なら答えは簡単だ。先へ進むしかねえやな。あんた時々うまいよな。そんな風に言われちゃやる気出すしかなくなるじゃねえか。だろ、亀の甲より年の甲ってな。伊達に相馬使い20年もやっちゃいねえよ。人の思いスピリアについてはちょいと詳しいもんでな。頼りにしてるぜおっさん。さあ俺らも飯食いに宿屋に行こうぜ。おかみさん、ただいま。あんたたち無事だったんだね。さあさあ、ご飯の支度ができてるから話は食べながら聞かせておくれ。世話になったね、おかみさん。おかみさん、ご飯ごちそうさまでした。あら、琥珀ちゃん前より少し明るくなったんじゃないかい。うん、今度会う時は絶対もっともっと元気になってるからね。またこの町に来たらうちの宿をぜひひいきにしてくださいよ。若い女性は9割引きにするから。あんたったらもう、それじゃ商売上がったりだよ。じゃあね、お元気で。よう、なんかトラブってたらしいが、それでどうなった？耳の生えおっさんだな。あいにく無事に収まったぜ。そりゃ残念。儲け話の匂いがしたんだがな。例えば、おめえらと結晶騎士が相打ちになって、相馬だけが俺のものになるとかな。おっさん、どんだけ自分に都合のいい想像してんだよ。ねえ、チェンさんは疑われるのを恐れないのがスピリアの強さだって言ったよね。おうよ、そいつが俺の一生をかけた信念だぜ。俺はそうは思わない。スピリアは人を信じて、人に信じてもらうことで強くなる。俺は信じる力で俺のスピリアを強くしてみせるよ。そうかい。だがそりゃ人を疑うより10倍面倒でしんどい道だぜ。うん、でも琥珀と自分にそう誓ったんだ。なるほど、女との約束を破るようじゃ男じゃねえもんな。女との約束？じゃあ僕との約束はどうなるんだよ。女ってのは惚れた女ってのを略して言うもんだ。ただ男と性別が違うって意味じゃねえよ。でもな、おめえが宮廷画家になれたら、そん時は本当に美術館建ててやるよ。まあ頑張んな。どうせ裏があるんだろ、騙されないぞ。はこりゃ一体なんだ。スピルーンの反応、この方向は、ふん、中央大陸オールドマインだな。全世界を滑るマクス帝国の帝都エストレーガのある方角だ。エストレーガ？おうよ、ついでに教えといてやると、最近帝都の周辺じゃ街を覆うほどのデスピル病が発生中らしい。オールドマイン大陸行きの船はこの街の南にある船着き場から出ておりますよ。どういうつもりさ、あんたらがただで情報を教えるなんて。未来の宮廷画家様への先行投資ってやつさ。損をさせるなよ。じゃあばよ。
デスピル病に関係なく、あのおっさんは変わらねえな。テイは元から疑いの塊なんだよ。あいつにだけは絶対僕の絵は売らないぞ。でもさ、ベリルが仲間になってくれたおかげで情報をもらえたよ。ありがとう。あれ、どうしたのベリル、顔赤いぞ。うるさい、勝手に仲間にしないでよ。僕はただコンクールに応募する絵のモチーフを探すために出たかっただけ。一緒に行くのもそれまでだからね。いいじゃねえか、旅の理由なんざ何でも。旅は道連れ、世は情けってな。さあ行こうぜ。あのさベリル、一緒に来てくれるのは嬉しいんだけど、イネスさんとの契約書の話は本当に大丈夫なの？契約書？ほら、チェン・ターレンがイネスさんに譲ったベリルの契約書、損害をそうまで弁償するって。あんなの知らないよ。あの二人が勝手に決めたことだろ。世の中逃げるが勝ちって言うしさ。そんなことより、ほらほら、せっかく旅に出たんだからいろいろ見てみようよ。コンクールに出す絵のテーマが見つかるかもしれないからね。あの姉さん、そう簡単に見逃してくれる玉じゃねえと思うがな。さて、どうなることやら。
分で言うなよ。セリフだぜ。かっこいいよガラド。チャック全開だけどね。何？